おお、やっぱかっこいいね。おいっす、今日はモンハンストーリーズやっていこうかなと思います。いや、来たね、ついに、モンハンストーリーズ。いや、もう、めちゃくちゃ遅いけど。いや、このね、ナルガを倒すまでは、ちょっと実況はやりたくないなと思って。あ、でも言ってるよね、ナルガクルガの速さ尋常じゃない。うん。オッケー、そしたら、まずは、貯めます。まあ、私今弓を使ってるんですけど、弓のね、いいところは、相手が、このね、今回の、今作のバトルで3すくみっていうスピードパワーテクニックを、駆使してね、戦っていくんですけど、そのパワーテクニックスピードっていうのが、最初戦った時に相手がどっちなのかっていうのがわからないんですよ。だから、今、ナルガクルガスピードだったんですよ。まあ、速いからみたいなことさっき言ってたんで、多分スピードだったんだろうなと思うんやけど、スピードの場合だと、テクニックですね。テクニックを当てると強い。んでもって、尻尾が弱点。まあ、こういうね、モンハンの知識が活かされるっていうのも、やっぱいいところですね、モンハンストーリーズ。はい、いい感じ。あ、え、はいはい、え、尻尾破壊したやん、早すぎ。モンスター戦ってて、モンハンの知識がない人なんかは、モンスターのどこが弱点とか、わかんないじゃないですか。そういったところもモンハン知識活かされるし、でも全体の雰囲気としてはやっぱりドラクエみたいな感じなんですよ。だからドラクエをよく好きでやってる人なんかもめちゃくちゃおすすめなんですよね、これは。僕を狙ってきてますね。なので、ここで、あ、なんか、線が引いてあったんですけど、ナルガと僕の間にね。その線が引いてある状態で、こうね、バチバチになってるじゃないですか。この状態で、相手が出してくるスピードなのか、テクニックなのか、パワーなのかっていうのをしっかり読んでいかないと、私に大ダメージを食らって、ワンチャン一発で死にます。はい、真っ向勝負ってやって、私がテクニックで、勝ったというので、まあ、ダメージは食らってるんですけど、これもし失敗したら、多分死ぬと思います。そのぐらい大事。あ、まだやってくるんか、お前。もう一回行きましょうか。てか、毒状態になってないね。失格毒の攻撃やってるけど。このね、モンハンストーリーズにおいて、めちゃくちゃ毒強いのよ。いいね。いいね。まあ、尻尾の次はやっぱ頭だよね、食らうのは。出た出た出た。こっからなんですよね。こういう感じでブチ切れると、さっきまでスピードだったんですけど、ナルガクルガ、ここが変わるんですよ。ただ、ブチ切れた時に、どれに切り替わるのかっていうのがわかんなくて、まあ、大体、ちょっと待って、誰狙ってる？あ、出た出た。この誰でも狙ってないパターンって、大体ね、全体攻撃をね、仕掛けてくるパターンなんですよ。まあ、普通に貯めましょうか、ここは。様子見のため。なんか、こっち向いてるような感じするけど、多分大丈夫。線引いてないから。これで行きましょう。あ、おい、待て待て待て。なんか嫌な予感するよ。うわー、強いな、それは。次の刺激が怖い。あ、でも全体攻撃はしてこないっぽいね。オッケー。しかも、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。音も変えてなかったわ。ドスランボスじゃのうて、プケプケでいきます。プケプケも毒の攻撃してくれるんで、すっかり忘れとったわ。いや、でもナルガ、音もにしたいね。あんまりさ、進めてないから、仕様がほぼわかんない。モンハンストーリーズ1位もやってないから。ちょっと待って。でも相手はこれまだ、パワーなのかどんなのかわかんないね。まあ、多分僕の予想では、パワーじゃないかなと思う。なんでかっていうと、こい、あ、テクニックだったか。くそ。まあいいや。別にあ、真っ向勝負してんのか、私。はい、こんな感じでね。負けると、一発で死ぬんですよ。だからこの3すくみって、めちゃくちゃ大事なんですよ。いや、でも今のは初戦だからしゃあない。私的パワーだと思ったもん。だってさ、ナルガクルガってブチ切れると、シビルマナとか落とし穴とかかけることができるんですよ。それだけ、本来なら、通常状態なら、
そう避けられるトラップもぶち切れることによってその判断能力を失って引っかかってしまうと。っていうことはもう怒りに身を任せて攻撃をしてくる、つまりパワーだと思ってやったけど結局テクニックだったという。その辺がうまくいかないですね。まあ別に大丈夫ですよ。ね、今のはしょうがない。だがしかしこのねハートがね下の方にあるんですけど、このハートがゼロになると負け。まあこれはまあ僕とおともんのプケプケ、もしくは今お友達のアルマとそのお友達のこいつなんて名前だか、シハクか、このシハクとの、コンビがハート3つ少なく全部なくなっても負けなんですよ。そしたら相手はテクニックなのでここはパワーできます。はい、強い。序盤の方だとね、ぶち切れると大体パワーないの。まあ、切れたら力が上がる。まあ、普通の考え方だよね。でもまあ、こういうところになってくると、あ、待って、通常に戻ったか、これ。通常に戻ってるね。え、通常に戻ってる？なんか、キラキラしてるね。よくわかんねえ。だがしかし、今、プケプケ真相なんで、ここはちょっと回復させましょう。あ、だから、わからんときは逆に回復させて、この真っ向勝負を仕掛けないっていうのも一つの手ではあるんですよ。回復薬使いましょう。あ、私狙ってきてるけど、まあ、しゃあない。ここはもう、プケプケ真相だから、もう回復させるわ。あ、真っ向勝負。あ、やべ、かぶってしまった。そうか、さっきちょっと回復ゲージのあれ見えとったな。そうそう、あんな感じで回復ゲージがこうなんか見えて、あーババババババ、強い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 。回復ゲージ見えてたら大体ね他の友達が回復させてくれるんですよ。ちょっと今のはミスったね完全に。あー、ちょっと怖いな。ちょっと私回復させよう。今、このね、ゲージが何もなってないってことは、友達は僕のことを見捨てて回復させてくれないっていう、指示になりますので。強すぎ。OK、ライドオンバトルしましょう。いい、あ、毒状態になった。いいよ、ナイス。毒状態になるとね、普通の攻撃分ぐらい食らうよ。ほら、66とか食らうよ、毒だけで。これはね、めちゃくちゃ強い。よし、じゃあ、貯めましょう。だからね、ほんとね、なんだろう、装備とか強化をめちゃくちゃしていけば、場面場面でね、していけば、多分ある程度ガバプレイでも大丈夫なんですけど、この、しっかりと、ゲームの内容、ゲームの仕様とかをしっかり理解してないと、割とね、難しいんですよ。うん、今みたいにさ、その3すくみっていうのも、しっかり理解してないと、一撃で死ぬからね。それであっという間にハートがなくなって負けみたいな。ことにもなりかねないから結構ね、難しいところもある。私的にはちょっとねサクサク進めれないところもあるから少しもどかしいなっていう部分もある。まあそれもゲームとして慣れてないからそう思ってるだけであって、そこまでね慣れてくればそうでもないのかなって感じがする。強っ。いや、知ってるよ。あの技めちゃくちゃ強いのは知ってるけど。うわー、どうしようか。でもなー、ちょっとこれは、やりたい。真っ向勝負だ。真っ向勝負で、勝ったとしてもね、割かしダメージ食らうから、ここはちょっと、賭けです。まあ、多分大丈夫でしょう。おー、強い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 。うおー、ギリギリ。あ、なんか、たまにね、耐えてくる時あるんですよ。うわあ、強っ。ね、ああいう感じでいくら体力あっても真っ向勝負負けたらえぐいぐらいダメージ食らうからな。さあ回復させましょう。ここは、え、待って、あ、まあ大丈夫大丈夫、まだシハック&アルマのコンビは
あのやられてもまだ大丈夫、波動がねあるので。うん、ここはもうしょうがない。ん？あ、おお、終わった終わった終わった。なんで？今、負けたよね、確か。真っ向勝負。おーん。まあ、勝てたからいいんだけど、ちょっと腑に落ちないね。お、弾があるやん。待って待って待って、これ、激アツファンタスティック。あ、ごめん、ま、なんでもないです。やった、これ絶対ナルガでしょう。いや、ナルガ絶対、最高のパートナーにするよ。一番ナルガ好きだからね、私。あ、それだったら装備もちょっと作りたいね。まあ、装備はどうだろうな。まあ、スキルによるかな。なんかその、原作のモンハンと、やっぱ似てる部分はあるんだけど、やっぱその、実際のモンハンと、このモンハンストーリーズでは、ちょっとね、仕様が違うから、少し変わってくるんやけども。まあ、作れそうなら作りたいね。イエーイ！なるが、かっこいいね。やっぱりちょっと頭でかくない？こんなんやったっけ？いや、めちゃくちゃ嬉しいわ。おー。おーおー、かっこいいかっこいいかっこいい。そう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 、これこれこれね。おお、かっ、え、しかもさ、なんかスピードが速いように見えるのは私だけかな。え、よくないこれ。なんか姿隠すの、わあ、いいいい、この目いいね、この目いい、このブワーンなってる、この目の感じがめちゃくちゃいい。このね、花火、こうつけた状態で、暗いようでビーンってやった時に来るような、この線の後ね。これめちゃくちゃいいわ。しかも相手に気づかれないでしょ、モンスターに。ほらほらほら。ウィー、ウィー。おい、全然気づかないね。素晴らしい能力だ。よし、じゃあ今日はこれで終わろうかな。あの、装備とかちょっと見たんですけど、おお、この角度。顎が見えるね。あの、装備調べたんだけど、やっぱり回避能力とかそういうの書いてあって、まあその回避能力っていうのがこのモンハンストーリーズ2においてどういう、あの、感じになるのかが全然イメージつかないから、まあもうちょっとね、モンハンストーリーズ2やってて、あの、このスキルめちゃくちゃ強いなって思ったら、まあ回避能力とかね、そういったものも使って、装備作りたいなって思ってます。というわけで今日の動画はこんな感じです。いや、ナルガ倒せて本当に良かったわ。はい、終わります。バイバーイ。